顔見えてないし。はい、皆さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。今回ですね、面白いスクイーズゲットしていたので紹介したいと思います。それではカメラチェンジします。低反発素材って書いてある。初めて見るのこれ。やってきます。あ、うちこれ狙いね。チョココロネは狙い。あー、うち何これ、クロワッサンかな。まあまあ低反発、まあまあね、うんって感じ。めっちゃ甘い匂いする。ワンモアタイム。え、これちょっと待って、ひどくね。はい、まず3つは別にそんな大したことないスクイーズなんですけれども、こちらのふんわりパンスクイーズ2になります。多分ダブったよね。多分ダブってる。あー、なんか微妙にダブってない、微妙にダブってないわ。ラインナップは全部で6個になります。その中の今回パンケーキ、ロールパン、クロワッサンが当たりました。こちらがパンケーキになります。あげていきます。甘いわ、匂いは。あんまり低反発じゃない、高反発。はい、じゃあ説明。これはロールパンですね。ロールパンです。ロールパン低反発そう、美味しそうだし。あー、でも硬いかも。あー、まあかなり低反発っちゃ低反発。はい、こんな感じです。最後クロワッサンになりますね。あ、クロワッサンもまあまあ低反発。うん、まあまあ低反発ですね。まあまあ、これはね、みんな好きなスクイーズでしょ。これみんな好きなスクイーズ、パンのスクイーズでした。はい、じゃ続いてバン、こんな感じで3つなんですけれども、これ何かと言いますと、アイスナウからの目玉焼きからの、多分これはポッシュ。卵、あ、ハートハートハート、よかったね、おめでとう。ハートがあります。のびる今日の目玉焼きでやっていきます。私は猫が欲しい。はい、開封は幽霊。はい、で普通にまず紹介しますね。卵焼きでもね、ちょっとカプセルの色オレンジがダブってるから、ちょっとね不安なんだよね。ダブってないことを言います。これすぐ汚れちゃうからね、あんま触りたくないんですけど。うわ、すごいな、すごいな、ジェリーショックだ、これジェリーショックだ。これね、種類はね、1、2、3、4、5種類かな、5種類になります。目玉焼きと、はい、5種類。1つ目、アヒルさんが出ました。私こういう系好きなんだけど、ジェリーショック系。アヒルさん、続いて、あ、やはりダブりましたね、アヒルさんになります。ダブりました。普通の目玉焼きはないですね、これは。アヒルさんダブりました、アヒルさんです、ダブりました。最後、これはハートがいいななんて思ってます。ハートか星がいいですね。あとウサギ、どれかがいいですわ。あ、ハートだ、いいじゃんいいじゃん、ハートでした。うしい。最後はハートでした。でね、何が面白いかっていうと、私このベーコンのスクイーズを持ってるんですよ。なんで今回、あ、これ取れないんだ、取れないけど、パンをね用意しました。パンスクイーズを1、2、牛乳浸しパン、ブルームのめっちゃいい匂いする。と、これね。はい、じゃあ1つ目、普通にこれはブルームなんで、すごいです。はい、2つ目、これマザーガーデンになりますね。マザーガーデンはそんなに強くないです。こんな感じ。これは、オベジャの三宝石ですね。はい、では最後はこれですね。かなり低反発な感じの、でこれメモサンドなんですけれども、このメモサンドの間にまずはこちらを刺します。ベーコンを挟みます、食品サンプルと、これを香りつけると、あら美味しそう、いいですね。はい、で続いてブルームからいきましょうか。私ハートが好きだから。いいね。続いてはまた三本しかないですね。卵もうちょっと抜けようか。卵好きよ。多いじゃない。でもこれは卵めっちゃ抜けます。これも
めっちゃいい。触り心地やばい。本当にやばい。これブルームとやったら多分すごいことになる気がする。うわ、すごい。ブルームとやったらやばい。やばいやばい。ぜひ皆さんもね、ガチャガチャ見つけたらやってみてください。これ3宝石とかマザーガールの400円ぐらいなんで、これがあると結構楽しい遊びがいっぱいできますので、ぜひやってみてください。じゃこれは綺麗にしていきたいんで戻します。ゼリーショップなんでね。はい、本日はこちらの3つの卵焼きと、はい、こちらのパンの紹介をしました。ぜひ皆さんもガチャガチャで、結構最近スクイズによく見るので、あったらぜひやってみてください。それではまた明日のマグでお会いしましょう。キャバイバイ。